はい、どうも皆さんこんにちは。ヘクソカズラ続きからやっていきましょう。8月の20日の選択肢からですね。1周目は、A の猫を捕まえるを選んで、直隆くんと頭ごっつんこしたやつですね。では今回は B の様子を見るからやっていきましょう。どうしたものか。猫の出方を伺っていると、猫は直隆くんの方へと歩いていった。そして足元へすり寄るのだった。ほう、なるほど。どうやら猫は彼が気に入っているらしい。思い起こしてみると、初めて直隆くんと出会った時もこの猫は彼の影に隠れていた気がする。そうでしたっけ。直隆くんがこの気まぐれな猫のお眼鏡にかなう人物であるということはなかなか興味深い。もう一つ気になるのは、彼は猫が好きなのかどうかということ。まあ嫌いではないんでしょうね、少なくとも。もしかして返してくれるのかな。彼はしゃがんで鍵を受け取る。猫はそのまま直隆くんの表情をじっと見ていたが、何ということもなく気ままに歩いてどこか藪の中へ消えていった。直隆くんは猫の消えた先を見ている。あの子のこと気になるの？なんかぼーっとしちゃった。懐かれると気になっちゃってダメだね。何でも可愛く見えるというか。その子も素直に育つといいわね。ううん、どんな風だって大きくなってくれたらそれが一番ね。そうだね。女の子だからきっと暴れん坊にはならないよ。乱暴者でした。どうかしら。女の子だって暴れん坊はいると思うわよ。本当に？それじゃあもうちょっと背が欲しいな。今のままだと何言ったって説得力がない気がするんだ。まあそのうち舐められそうですよね。説得力なんて後からついてくるものよ。でもそうね、あなたはちょっと痩せすぎてるわね。何か食べさせてあげられるように、私もそろそろ料理の勉強でも始めないと。食べたいものある？もうちょっと美花ちゃんの、なんか美花ちゃんがだんだん妻感出してきたな。その美花さんが作ってくれるものなら何でもいいよ。何でもいいが一番悩むのよね。和食？洋食？じゃあ和かな。よし、今度お料理の本でも買ってみるわ。次来る時には上手になってるはず、多分。ありがとう。僕待ってるね。少年ははにかんだような笑みを浮かべて小さく一つうなずいた。それからまた遠くへ。すぐに視線をそらす。彼の恥ずかしがりは同行しているような気もする。これはもしかして戻ってきたかな。それはそれで悪いことではないと思う。少年のこういう反応は可愛らしいと思った。はい、ということで、では選択肢が合流したようなので次の選択肢に行きたいと思います。はい、ということでこちらの選択肢ですね。1周目は A の口元に触れるを興味本位で選びまして、今回はでは B のイヤーに触れるやっていきたいと思います。赤らんだ耳たぶは触れれば熱く感じるのだろうか。そんなことを考えつつ、その耳たぶを指で触ってみる。考え通りに、そこは熱を持っていた。痩せすぎな彼でもここは柔らかい。くすぐったいのか、
わずかに身動いた。やめさせられることはなかったので、そのまま指先で耳の形を確かめる。耳の形というのは指紋と同じように、その個人を顕著に特定できるものだと聞いたことがある。自分とはどの程度違うのだろう。触れていてもいまいちわからない。耳の曲線に触れているうち面白くなってきて、少し奥まで指先を入れ込んでみた。ごく浅くではあるけれど、これも体の中だと言えるのだろうか、なんて考えていると、少年は突然膝の上から起き上がった。もう終わり。終わり？うん、わかった。改めて彼は私と向き直った。前髪の間から紅潮する頬が覗き、そのうちに見上げた瞳が私を視線に捉える。あの、三花さん。何？ううん、ごめん、なんでもない。さあ、これで一応もう同じかな？もう合流してますかね？ということで、まあ、唇に触れた、口元に触れた方が、ちょっと積極的な感じでしたかね。耳は穴に手、指突っ込んでる、なんか不思議な感じですもんね。いや、どっちにしてもか。ということで、こちらが8月の20日の選択肢2つでしたね。では8月21日やっていきましょう。はい、ということで8月の21日やっていきましょう。わ、もう後半だね。ああ、これヘクソカズラか。また妙なもん飾ってやがるな。もいだら余計臭いだろ、こんなもん。ああ、それ、美花がお友達にもらったのよ。もらった？誰に？なんだよ。別に、そんなことを気になるんだなって思っただけ。じゃあ私行ってくるわね。いすず、すぐ帰るわよ。あざみちゃんと少しお話しするだけ。段取りってものがあるでしょ。儀式のかな。そんな顔してないで、いい子で待っててね。お姉さんだな。もうゆずるくんもさ、何、いすずちゃんと美花ちゃんの前で態度がめっちゃ変わるんだよね。いつまで寝てんだ、すったこ。ほら、あいた。蹴らなくてもいいじゃない。なんとなく耳に届いた話し声で少しずつ覚醒してはいたものの、次に来る粗雑な攻撃でやっとのことで目が覚めた。お前、近頃朝が遅すぎるぞ。夏休みだし。時計から読み取れる時刻は8時。平成ならば遅いと言われればそうかなとも思うのだけれど、私はもともとぐうたらするのが好きだったので、早起きは得意ではなかった。夏休みな。お兄さんには夏休みっていう概念なさそうね。うるさいな。だんだらでも何ら変わりはない。うるさいガキどもが日がない一日うろちょろして鬱陶しいくらいだな、今のところは。いすずは？多分どうに行ったんだろう。そう、あの、いすずが読んでるボロボロの本って今ある？私はふといすずの不在に際して思いつくことがあった。これまで何度か目にしてはいたものの、まじまじと見た試しがない。尋ねてみれば
ゆずるさんは今から例の古文書を持ってきた。これね。これか？読めるのか？ううん、さっぱり。そうか。ちょっと借りてもいい？いいかどうかは知らない。そんなもん興味ないから借りたこともないし。そう。じゃあ怒られたら謝ることにするわ。ずうずうしいやつだな。ありがとう。褒めてない。面白いなその美花ちゃんのちょっと前向きなところ面白いな。茜様の古文書ですか？うん。何が書いてあるのかなと思って。私は古文書を片手に西の屋敷まで来ていた。思った通り、菊野さんは朝からバッチリと起き上がっていて、ここの人はやっぱり朝が早いのかしら、早いのかしらと感心する。あーでも、あざみちゃんのところを訪ねるって言っても、いすずちゃんはどうで待ち合わせをしていたのかな。私も勉強中なので全部読めるわけではないんですが、拝見しましょうか。ありがとう、助かるわ。ちなみにこの本読んだことはある？ いえ、いすずさんは記述の大部分は大したものじゃないと。なのであまり興味を持ったことはありませんでした。犬の儀についての部分は見せていただいたことがあるのですけれど、はじめに犬の儀についてのことと、ダンダラ様がこの地に渡ってきた経緯が書いてありますね。この辺りはすでに知られていますが、ことの起こりは元王朝の頃です。蒙古との戦いが元で、ダンダラ様は大切になさっていた人間の娘、ガエン、なんだろうこれは、小娘絶対違うを連れてここへ渡ってこられたのです。姫様は手負いでしたし、ここへやってきてからご病気になられまして、この地でご逝去しました。用いられている蛇字というものは、巫女様がダンダラ様との意思疎通に使用していた言葉です。巫女森の家系は巫女様のご子息で、ことに巫女様は幼い頃より蛇字の練習をなさいます。それから犬の儀ではダラ細分、ぬえ神細分、山しずめの細分、修言の細分、なんだろうこれは、肥後かな、肥後の歌、違うかも、牛儀霊細分を唱え祈祷します。すべての細分は11種類に及びますが、私はすべての内容を覚えてはいませんね。姉は覚えているでしょうけれど。それじゃあ私も巫女様の子孫なの？ええ、まあ。でもこの村も狭いですから、血は昔からあちこち混ざっていますので、もしかすると孔子の子孫のように、誰しもがその一員なのかもしれませんね。断言はできませんが、赤座山では魂が循環しています。なので私もあまり血筋という言葉は気にしたことがありません。ちなみに余談ではありますが、村民が名字を違えるようになったのは、ここが栗の屋になってからなんです。それまではずっと茅原を冠していました。我々の家系がそれを引き継いでいます。もっと遡りますと、茅原ではなく川屋というものというのがありましたけれど、川比較業をやっていた頃の話ですね。ああ、そこから来てるんだ。それから犬の儀についてはご存知でしょうか？あ、うん、薄ぼんやりとだけど、記述されていることを申し上げますと、ダンダラ様は巫女様の子孫である巫女森の家系から代々の巫女を
神の世界へ連れて行くことを要求しています。神の世界というのはこの世にあります。というよりこの世はあの世なんです。それはどこにでもあるもので、人間と意を違えた世界にあるものではありません。異世界ではなくこの世界にあるんだね。黄泉の国のようなものでしょうかね。この世の延長線上といいますか。カクカクの教えでは人間に死後の世界はありません。死後は土に返された後に魂となって赤座山を漂うけれども、その時期を経ると再びこの世に転生すると言われていますね。なるほど、輪廻転生。そしてこれはほとんどの集落民は知らないような古いお話ですが、その人が転生するまで魂が漂う国が赤座山のどこかにあります。驚きましたね。古文書にそのことが記されている。私が調べても出てこなかったサルバミのことが種だね書いてあります。サルバミ、そこが死後の世界の代わりってことかしら。同じところに延々と戻るなんてやっぱりちょっと怖いわね。この地の魂に解放はない。今古文書を拝見してそれがなぜなのか少しばかり理解しました。なんて書いてあったの？これは私の一存であなたにお伝えしていいものかわからないのでここでは伏せます。でも千春が円光川をやたらと怖がる理由もわかりました。円光川、いすずが事故が多いって言ってたわね。浅葉さんもむやみに円光川へ近づくのはおやめくださいね。あなた霊に干渉されているようなので。え、そうなの？とはいえ残念ながら私には詳細なことはわかりませんが。へえ、だからこっちもたまに見えるのかな。話を戻しますが、神の世界へ連れて行かれた巫女様は神の従者となりますので、この世の人には見えなくなります。唯一子供は教会を行き来している存在とされていますので見えるようなのです、見えるようなのですが、今までの巫女様はやっぱり見えなくなったの？それが見えなくなり忘れてしまうものですから、巫女使い以外は誰も犬の儀を行った巫女のことを知らないのです。ただ言い伝えとして残っている。実際その言い伝えによって巫女を選びますから。儀式をやった巫女がいることはみんなわかるのですが、その方自体を覚えていることはできません。巫女使いは巫女のことをどう思っているんでしょうね。姉は犬の儀を終えると寄り合い所でダンダラの霊媒師としての、霊媒師として祈祷の仕事をします。つまり巫女使いも集落に身を捧げるようなものです。子供のまま働かされ続けるのですよ。あざみさんはそのことについて何か言ってる？頑張ると言っています。今のところはそのくらいです。その他はそうですね、巫女様一人一人のことが書かれています。彼女は巫女に選ばれてダンダラを漂う魂の一つ一つに目を向けたのでしょう。忘れられていた存在、誰もそれを思い出せなくても巫女であればその魂が見える。だからこそ茜様はこの記述をしたのだと思います。びっくりした。なあ、やめて猫。あら、この子もしかしてこのお家の子なの？いえ、庭先にいたので姉が引き入れてそのまま出かけてしまったんですよ。おかげで絨毯が毛だらけになってしまいました。
なんだ、あざみさんが連れてきたのね。この猫はどうやら化け猫らしいですね。皆さんがこの頃よくおっしゃっています。私もこの猫はやっぱり化け猫なのだと思います。化け猫、何かわかるの？いえ、そんな気がするというだけの話ですが、札の出方を見る限りでは。露店を出している時に目の前を何度も徘徊しているものですから、占ったことがあるんですけど、まあここでは特に珍しくもないでしょう。我々が見えていないだけで、いろんなものが存在しているのだと思います。あの、その書に犬の儀を回避する方法とか、そういうのは書いてないの？回避？いえ、特には。巫女が16の誕生日にダンダラ様へ仕えることは決まっている事項ですから、避けることはできませんよ。これは個人の考えではなく、どんな儀式よりも強力な定めの一つです。それじゃあこれから先もずっと同じことが続いていくのね。そうですね、ダンダラかミコモリが亡くならない限りは。いえ、そのどちらかが亡くなったとしても、何かが変わるということはないかもしれません。何か手がかりはないかしら？あの、浅場さんはどうしてそのように考えるのですか？そうね、自分本位で言うなら、やっぱりかけがえのない姉妹だし、それにみんなにとってもいすゞは大切な存在だと思うのよ。それはその通りでしょう。でも残念ながら私は何の方法も知りません。知りませんし、聞いたこともないのです。もしあるというのなら勉強してみたいものですね。そもそもダンダラは、カクカクの子孫が村の在り方を位置づけている。彼らの信仰によってどんな逸脱も修正されるでしょう。カクカクの信仰というのは宇宙規模のものです。我々カクカクの意志、思念はある一つの集合体として宇宙を動かしています。つまり全ては必然です。その信仰すらも。怖っ。残念ながら宇宙の思想、意志が全てを一点に収束させる。それは人間の考えではどうにもできない超常的なものです。超常的ね。超常的。さっぱりわからない。同意。簡単に申し上げますと、全て台本通りということですね。母に印が現れ、巫女が選ばれ、そして犬の儀を執り行って神の世界へ行く。これは何度も出演者を変更して公演している一つの物語のようなものでしょうね。私はなんとなくそう解釈しています。そう考えれば、カクカクの信仰者というものは裏方のようなものでしょうか。信仰やキャストの存在そのものが舞台を形作っている。変な場所ですね、ここは。改めてそう思いました。舞台、そういえば宗行くんが、もしこの集落が名画座の舞台上だったら、映写機が映す映像だったら、なんて話をしていたわね。それってもしかすると、そういうことを言いたかったのかしら。さあどうでしょう、わかりませんが、彼の言っていることはまた別の何かだと思います。中尾先輩の言っていることは私にもほとんどよくわかりませんから。わかられてない宗行くん。お兄さん、いすゞはまだ帰ってきてない？行儀の悪いやつだな。帰ってきたらまずはただいまだろ。私、あなたがただいまって帰ってくるところ見たことないのだけど。他人は他人、
俺は俺だ。私ここに来てから、あなたがここで一番子供っぽいんじゃないかって毎日思うわ。私もそう思う。そりゃあ、子供のままで一生いられるなら、それに越したことはない。彼がこういうふうに言うのは、きっといすゞの姿が見えなくなることに対してのセリフなのだろう。仮にだけど、他の人が蛇の儀をやることはできないの？当たり前だろう。蛇の儀は巫女使いになるやつだけだ。儀式っていうものは節礼だけじゃなく役割が必要だ。うん、まあそうよね。いすゞが帰ってくる前にこれ返しておくわね。私は持ち出した書の表紙に視線を落としながら言う。これには蛇の儀については一切書かれていなかった。書を記した茜にとっては蛇の儀については特に思うことがなかったのだろう。いすゞがいつも書を置いているあたりにそっと返した。そうしとけ。そうだ、お前。はい。ちょっと来い。出かけるの？いや。何を言い始めるやら、ゆずるさんは廊下に出て玄関口を目指した。何？ゆずるさんはそれ以上何も言わずに、屋敷を出た向かい側にある畑へと進んでいく。ここはおじいさんとゆずるさんが世話をしている場所だ。行ってみるとそこに花が咲いている。桃色で中心は赤い。ヘクソカズラか。おそらくこれはゆずるさんが世話をしているのだろうけれど、それを取って私に差し出した。違った、ヘクソカズラじゃなかった。もっと可愛いお花だった。俺の方がでかい。多分ムクゲだ。お前にやる。なんで急にお花なんてくれるの？そしてこれの方がっていうのは、直孝くんからもらったヘクソカズラと比べてる？これの方が？よくよく思い出してみると、私は今に直孝くんからもらったヘクソカズラを飾ったのだった。もしかするとそれのことを言っているのかもしれない。くれるの？これゆずるさんが世話してるんでしょ？そうだけど、別に大事にしてるもんじゃない。いつの間にか生えてたから世話してただけだ。でもなんで突然？そっか、昔私花を集めてたものね。でも別に今は趣味ってわけでもないのよ。もちろん花は綺麗だとは思うけど、家で飾ってたこともほとんどなかったし。女だったら花やるって言われたら喜んどけよ。なんだろう、ツンデレなんだけど、ちょっと腹立つな。あら、乱暴な偏見ね。それにもうすぐだしな。もうすぐ？ゆずるさんはそれだけ言って畑から出る。そうか、犬の儀の日だとばかり思っていたけれど、私たちにとっては16歳の誕生日だった。そうか、なんかまともにお祝いできないな。お礼を言っていなかったことに気づいて、私はゆずるさんの服を後ろから引っ張る。ありがとう。何も言わないことは分かっていた。彼も礼を言われたいわけではないのだろう。お、選択肢来ましたね。セーブします。